太らない魔法の食材のおかげで12キロのダイエットに成功して今もその体型をキープしている。皆さんは好きなだけ食べても太らない魔法のような食べ物があったらいいのになーなんて思ったことはありませんか？私は小さい時から食いしん坊だったので、もういつもそんなことばかりね考えておりました。しかしですね、食べても太らない食材って実は存在しているんです。私もその食材を積極的に食べるようになってからダイエットが進みやすくなって12キロ痩せることができました。ということで今回の動画は、いくら食べても絶対太らない魔法の食べ物4選というテーマでお伝えをしていきます。太らないだけではなくって、痩せるためには欠かせない食材ばかりになってくるので、ぜひ明日から取り入れてみてくださいね。それでは今日のテーマいきましょう。まずは食べても太らない食べ物の共通点っていうのをお伝えしていきます。それは低カロリー低糖質だということです。まあ、そりゃそうだろうと思うかもしれませんが、やっぱり糖質やカロリーを摂りすぎてしまうと太る原因になっちゃいますよね。ただこういったヘルシーな食べ物ってたくさん食べても満腹感が得られないんじゃないと思った方もいらっしゃるかもしれません。しかし今回ご紹介していく食べ物は満腹感もしっかり得られるものばかりです。その秘密は食物繊維が豊富に含まれていること。というのも、食物繊維が豊富に含まれていると食べ物がゆっくり移動したり噛む回数が増えることによって満腹感がアップしやすくなっていくんですね。加えて食物繊維が豊富なのは血糖値の急上昇を抑えるというのもダイエットには嬉しいポイントです。なぜなら血糖値が急上昇すると血糖値を下げるホルモンの作用によって糖が脂肪として蓄積されるからです。また血糖値が急上昇するとこのホルモンの作用によって血糖値が急降下することで体が危険を感じ、また血糖値を上げないとっていうような感じで食欲をアップさせちゃうっていう可能性が出てくるんですね。このようにダイエットのためには血糖値を急上昇させないっていうところ、めちゃくちゃ重要になっていきます。とはいえ低カロリー低糖質食物繊維豊富な食材っていうのをたくさん食べることで満腹感は得られても満足感っていうのは低そうじゃないですか。まあ、それは確かにそうですよね。そして世の中にはこの食材だけ食べていれば OK だよっていうものはないですし、ダイエットや健康のためには様々な食材をバランスよく食べることが大事。つまりこれからお伝えしていく食材はこれだけ食べてほしいというわけではなくって、食欲が高まっている時に積極的に摂ることがおすすめなんですよ。私も生理前や睡眠不足の時はどうしても食欲がねこう盛り上がっちゃいやすいので、これらの食材をいつもより意識して摂るようにしております。この太らない魔法の食材のおかげで12キロのダイエットに成功して今もその体型をキープすることができていると言っても過言ではございません。ということで今から食べても太らない食べ物を4つご紹介していきますね。おすすめの取り入れ方もご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。食べても太らない魔法の食べ物の1つ目です。海藻。言わずと知れたヘルシーな食材である海藻は当然低糖質低カロリーの上、食物繊維も豊富な食べ物ですよね。特に海藻に豊富な水溶性食物繊維は食べ物の胃腸での移動をゆっくりしてくれるので満腹感が持続しやすいっていうメリットがあります。他にも腸内環境を整える、便を柔らかくする、中性脂肪やコレステロールの排出を促すといった効果もあります。また海藻は意外にも栄養豊富な食材なんですね。特に日本人に不足しがちなカリウム、鉄、ヨウ素などのミネラルっていうのが豊富です。カリウムはむくみの予防改善に効果的で、鉄分は貧血の予防改善だけではなくって代謝アップのためにも欠かせない栄養素です。それは鉄分が不足すると体の各細胞に酸素や栄養を届けることができないので細胞の働きが低下することで代謝が低下するからです。またあまり知られていないんですけれども、実はヨウ素も代謝アップに効果的な栄養素なんですね。
なぜかっていうと、ヨウ素は代謝を促す甲状腺ホルモンの材料になるからです。ただこの作用によってヨウ素を摂りすぎると甲状腺の病気になるというイメージもあるかと思います。よくね言われていますよね。ただ、実際には毎日毎日よほど摂りすぎなければ上限量を超えることはまずないというふうにも言われています。ちなみにヨウ素は特に昆布に豊富に含まれているので、昆布だけはね摂りすぎないように意識していただけるといいのではないでしょうか。私の場合は毎日飲んでいる味噌汁には必ずねわかめを入れていますし、トッピングに海苔を活用することも多いです。あと間食に食べているのはね、いつも楽天でまとめ買いしている無添加海苔、寒天ですね。寒天もね海藻なんですよね。こちらもね楽天のたまちゃんショップでね買ってます。磯のわかめスープもね、お腹空いてねもうちょっとお菓子食べたいなとかね、夜なんかお腹空きすぎて眠れないって時はね、このわかめスープをねよく飲んでます。もうお湯を入れるだけですね。あとね化学調味料とかね、あの添加物とか使われていないので、本当自然な味で体にね優しい感じのスープです。めちゃくちゃおすすめ。お子さんにもいいですよ。食べても太らない魔法の食べ物の2つ目です。きのこ。キノコも低カロリー低糖質で食物繊維な食材ですよね。そしてキノコには特に不溶性の食物繊維、もちろん水溶性も含まれているんですけど、不溶性の食物繊維も豊富に含まれています。この食物繊維が豊富だと自然とね噛む回数が増えやすいので、これまたね満腹感が得られやすいというメリットがございます。加えて不溶性食物繊維は腸のゴミをこう絡め取ってデトックスしてくれる作用っていうのもあります。またキノコには太る原因となる糖質や脂質を代謝してくれるビタミン B 群というのが豊富に含まれているというところも嬉しいですよね。つまりキノコをしっかり食べていれば糖質や脂質をエネルギーとして代謝できるので太りにくくなるんです。加えてキノコの特有成分であるキノコキトサンには中性脂肪を抑える効果があるので、メタボ対策っていうところにはもってこいですよ。さらにキノコにはカルシウムの吸収を助けてくれるビタミン D っていうのが豊富なんですけれども、ビタミン D って火に当たることでも生成される栄養素なんですね。逆に言えば火に当たる時間が少なくなる冬の間はビタミン D が不足しちゃうっていう人が多いんですね。ビタミン D ってカルシウムの代謝アップにも欠かせなかったりだとか、あとビタミン D には女性ホルモンのこうバランスを整えてくれるっていう作用もあるので、女性は特に意識したい栄養素になっていきます。私の場合、海藻とともに毎日の味噌汁に絶対ねキノコ入れるようにしています。作り置きのおかずとしてねキノコ活用していることもね多いですね。あの私の作り置きはあのサブチャンネルの方で結構公開しているので、また見ていただけると嬉しいんですけれども、概要欄に貼っておきますね。で、私は乾物ですね、キノコを結構たくさん持ってます。おすすめはねこちらの乾燥舞茸ですね。で、乾物だとビタミン D がさらに豊富になるんですね。で、この舞茸のおすすめなのはすごい薄いんですよ。なので味噌汁とかでもねさっとねこう入れてもねすぐ食べやすいです。舞茸の乾燥したものって結構珍しくないですか。椎茸はねどこのスーパーに売ってるんですけど、なかなか舞茸売ってないので、あのこちらもね楽天で買ってます。で、私がおすすめな食材とか使ってよかった調味料とかはまた概要欄にもね載せてあるので、気になる方は参考にしてみていただけると嬉しいです。食べても太らない魔法の食べ物の3つ目です。野菜。野菜もヘルシーな食材として定番ですが、まあ、たくさん食べてもね太りにくいものと、たくさん食べて太ってしまうものがあるっていうところをご存知でしょうか。見分け方としては甘みがあるかどうかです。例えばかぼちゃ、人参、トマトなどに加えてトウモロコシや芋類などの炭水化物もやはり太りやすい食材です。なので主食もしっかり食べて、こういった甘い野菜もたくさん食べてしまうと当然太っちゃうリスクが出てきちゃいますよね。ただこういった野菜もね栄養は豊富なので、全く食べないとかいうのではなくって、サラダに添える程度にするとか、小鉢として加えるとか、穀物の量を調整して食べるとかね、そういった工夫を取り入れていただけたらいいんじゃないでしょうか。またお菓子を食べるよりはねやっぱり栄養価が断トツに豊富なので、お菓子の代用品としてね取り入れていただくのもいいですよ。反対にたくさん食べても太りにくい野菜は白菜やほうれん草、小松菜などの葉物野菜とか、大根、きゅうりなどの水分の多い野菜になっていきます。これらは糖質もカロリーも低めなものが多くって、食物繊維もたっぷりなので、たくさん食べても太る危険っていうのは低くなっていきます。むしろ海藻やキノコ同様、血糖値の上昇を抑える効果やデトックス効果などが期待できます。
ただきゅうり、ゴーヤ、ナスなどの夏野菜、これがね体を冷やす作用があるというふうに言われているので、寒いね今の時期はなるべく摂りすぎないようにしていきましょうね。反対に冬に旬を迎える体を温めてくれる効果が高い食べ物が白菜、ネギ、水菜、小松菜、ほうれん草、ニラ、そういったものですね。これは積極的に取り入れていくようにしてみてください、ね、こちらも乾燥野菜結構使ってますね。これはね大根の葉です。これも楽天で買った。あとはね皆さんは持ってると思いますけれども、切り干し大根とかこういったのもねあるとささっとね味噌汁に入れたり、サラダのトッピングとしてね使えたりとか、和え物ともねささっと作れるのでめちゃくちゃ便利ですよね。食べても太らない魔法の食べ物の4つ目です。大豆製品。ダイエット中のタンパク源といえばこの大豆製品をイメージする方多いのではないでしょうか。大豆製品って低糖質なのにタンパク源の中では特にカロリーが低いです。そして食物繊維も豊富なのでこちらも太りにくい食べ物になっていきます。ただカロリー源の一つであるタンパク質が豊富ということはカロリーが極端に低いということではありません。しかしこのタンパク質にこそ食べても太らない秘密っていうのがあります。それはタンパク質は食欲を満たす効果が高いということです。実際ですねオックスフォード大学の研究によっても人の食欲はタンパク質で満たされてくるまで収まらないという説が発表されていたりとかもします。つまりタンパク質豊富な大豆製品を食べれば自然と満腹感が得られて食べ過ぎを防ぐことができるということです。そんな大豆製品の中でも特におすすめなのは納豆。なぜなら発酵食品である納豆はデトックス効果、腸内環境改善効果が高いのでダイエットを進めやすくしてくれるからです。私も毎日欠かさず納豆を取り入れることでダイエットも便秘解消も同時に叶えることができましたよ。また豆乳や豆腐などに比べて噛み応えがある納豆ならより満腹感も得られやすいと思います。なので引き割りより大粒のものを選んでみてください。それがおすすめの工夫です。納豆の効果的な取り入れ方についてはこちらの動画もさらに詳しくお伝えしているので概要欄から参考にしてみていただけると嬉しいです。ダイエットの常識、納豆って何がいいの？痩せる効果的な食べ方という動画です。他にもこういったダイエットの小ネタをインスタとかね公式 LINE の方で発信しているのでこちらもぜひ受け取って理解を深めていっていただけたら嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田りぃでした。今日もごちそうさまでした。じゃあねバイバーイ。